はい、こんにちは、アクアプラスです。はい、こちらもね、ベーグルホリックのベーグルになります。ちょっとね、ホームページとか見てもメニュー的には載ってないので、ちょっとな、名前忘れちゃいましたけど、開けてみたいと思います。はい、こんな感じでね、断面はこんな感じです。こちらですね、いちごのがちょっとね、ベーグルに練り込んであるような感じで、ドライフルーツが入ってるみたいです。多分美味しいと思います。はい、それではね、食べてみたいと思います。生地がね、しっとりしててね、ちょっとほのかにシナモンの味がしますね。美味しいです。しっとりしてて、なんかもちもちとしてて、ドライフルーツもね、ドライ感はね、なくはなってますけど、美味しいです。